平野紫耀の芸術的な旅、多様性と豊かさの探求、一体どの作品で私たちを驚かせてくれるのでしょうか今年の幕開けに、平野紫耀、ヨ君ショ、の映画やドラマに関する興味深いニュースが私たちのコミュニティに響きました。歌手でありながら、その演技力もまた際立っており、若手アーティストの中でも類稀な才能を持つと評価されています。本記事では、 平野紫耀が積極的に関与している映画とドラマに焦点を当て、その活動がどのようにコミュニティに影響を与えているかについて考察していきます。平野紫耀の芸術的な旅は、彼の歌唱力だけでなく、その独自の演技スタイルにも注目が集まっています。彼の映画出演に対する期待は高まるばかりで、一体どの作品で私たちを驚かせてくれるのでしょうか 映画とドラマの世界において、我々は常に新たな才能と魅力を求めています。その中で注目を浴びているのが、平野紫耀という若手アーティストです。今年初め、彼がどの映画に出演していたのか気になったことはありませんでしたか一部のファンは、彼の演技において、山下くんよりも平野くんの方が魅力的だと感じているようです。感情の表現や目の表現力において、彼がどれだけ深みを持たせているかが話題となっています。 個々の意見は異なりますが、その個性的な演技スタイルが新たなファンを引き寄せていることは間違いありません。しかしながら、一方で山健人さんとの比較も避けられません。山健人さんは多くの作品に出演し、アカデミー賞まで受賞するなど、俳優としての実績が豊富です。こうした俳優たちとの比較は、平野くんがまだ若手であることを考慮すべき点です。彼は、イケメン俳優としての仕事が多いと指摘されていますが、 その中には、まだ見ぬ彼の様々な可能性が秘められていることも事実です。そして、今年は平野仕様がトベカンパニーに移籍し、新しいステージに立った年でもあります。これにより、以前の厳しいマネジメントから解放され、良い方向に導いてくれる環境が整いました。ファンたちは、彼がどのように成長し、どのような作品に挑戦していくのか期待と興奮が募っています。これまでの彼の出演作品には、 花の茶晴れー画な男、ネクストシーズンや、かぐや様は小暮らせたい、ちゅ天才たちの恋愛頭脳戦、ファイナルなどがあります。しかし、未来の彼にはどのような挑戦が待っているのでしょうか映画監督や制作会社が彼に新たな役どころを提案することを期待しています。結論として、平野仕様の芸術的な旅は私たちのコミュニティに新しいエネルギーをもたらしています。彼の多様な側面や演技力に注目し、 未知の領域に挑戦する姿勢は、彼がどれだけ成長していくかを見守る上で魅力的です。これからも彼の活動に期待し、彼の芸術的な旅に共感を覚えることでしょう。最後に、平野仕様のファンや俳優としての将来に対する期待は高まるばかりです。彼の独自の魅力と表現力が、映画やドラマの舞台を彩り続けることでしょう。我々は彼の成長と成功を応援し、 その才能がより多くの人々に認知されることを期待しています。